ヒラノ仕様祭りがテレビを魅了。企業 CM 争奪戦にファンの期待が高まる。今日、最近、テレビ画面を賑わせているヒラノ仕様さんの活躍に注目が集まっています。彼の CM 出演量が話題となり、ミスジンの次なる CM もファンをワクワクさせています。2024年はまさに、ヒラノ仕様祭りがテレビを賑わせること必死です。ヒラノさんが27歳の誕生日を迎え、 大手飲料メーカーのサントがお祝いのコメントとともに、水人の写真をアップ。一部のファンは、これが平野さんの誕生日を祝ったものではないかと期待を寄せています。スマイルアップを離れた後、平野さんの CM 出演は途絶えていましたが、サントリーが新たな可能性を秘めているとの噂が広まっています。過去にはスマップのメンバーを積極的に起用したサントリー。 平野さんの CM 出演も時間の問題であり、これが実現すればエンターテインメント業界に新たな波を巻き起こすことでしょう。特に、性課外問題に巻き込まれたタレントがスポンサーを失っている中、平野さんの起業は注目される出来事となりそうです。サントリーの新しい CM は、平野さんの頭上に広告が現れ、ジングル前6丁目周辺が興奮に包まれました。 広告のキャッチコピーには、新すがすがしい人とあり、これが新たな CM の魅力を象徴していることでしょう。一方で、保険会社や自動車メーカー、不動産関連など、様々なクライアントが平野市さ産の獲得を争っているとの噂も、出演料も8000万円から1億円までと、過去にはない高額な条件が提示されているとか、さらに、 戸部社長滝沢秀明氏が所属タレントのスタジオ利用に関して注意を呼びかけるなど、一部の行動が業界に波紋を広げています。平野紫耀さんはインスタグラムフォロワー数と女性ファンの支持を受け、多岐にわたるパートナーシップ契約を結んでいます。彼の高い人気はクライアントにとっても魅力的な要素となっており、激しい争奪戦が繰り広げられています。しかし、この CM 争奪戦には独特の興味深い背景があります。 平野さんは事務所を離れ、一連の性加害問題に巻き込まれたタレントがスポンサーから呼びかけを受ける中、その一環としてサントリーが彼を起用することが決定したと言われています。出演料も破格の6000万円以上とされ、これがエンターテインメント業界にも大きな影響を与える可能性があります。なお サントリーは平野さんの CM を企画する際に、ジャニーズのタレントを起用することが子供への虐待となり、国際的な非難を招く可能性があるとの声明を出しています。これにより、平野さんの CM は特に注目されています。さらに驚きの展開として、東京・渋谷の宮下パークには平野さんの巨大な広告が突如現れ、サントリーの新商品、水民層の広告として話題になっています。 広告の左半分を噛み隠した平野さんの図上には、真すが素がしい人というキャッチコピーが掲げられ、一体は一時的に平野氏争奪戦の火花に包まれました。一方で、CM 争奪戦の中で、戸部社長の滝沢秀明氏が所属タレントによるスタジオやロケ地での迷惑行為に注意を呼びかけました。スタジオの問い合わせや周辺での写真撮影会などが増加しており、通常のスタジオ営業に支障が出ているとの報告があります。 滝沢氏は撮影協力をしていただける場所が減少すればアーティストの活動に悪影響が出る可能性があると訴え、皆さんのご理解と協力を呼びかけました。平野氏用の CM 争奪戦がエンターテインメント業界に新たな波をもたらしています。ファンとしてはワクワクする一方で、業界全体に与える影響も忘れてはいけません。新たな時代に突入する平野さんの動向に、ますます注目が集まりますね。 テレビ業界にとっても、平野史洋さんの活躍は新たな展開を予感させます。ファンとしては彼の今後の動向がますます気になりますね。